アメリカ合衆国の音楽家。ロックバンドのウィンゴ・ボインゴのの元リーダー。カリフォルニア州出身。カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ。母のブロッサムは作家と教師で、父親のミルトン・ミルトン・ウェルフマンもアメリカ空軍に属する教師だった。多くの民族が混在するボールドウィン地区で育ち、映画館に入り浸って映画に慣れ親しんでいくうちに、 バーナード・ハーマンやフランツ・ワックスマンらの音楽に影響を受けていく。高校へ進学するとスカバンドを結成して音楽活動をスタートさせるも少しして高校を中退。兄のリチャードと共にフランスへ渡りアバンギャルドの音楽劇団で経験を積んだ。後にアフリカへ渡るが滞在中にマラリアにかかったことがきっかけで帰国し、 カリフォルニア芸術大学で音楽について学ぶ。だが、その際には正式な生徒ではなかった。1995年に解散し、今でも、ロサンゼルスを中心に、ボーインゴロイドと言われる根強いファンを持つロック、バンドインゴボインゴの元リーダーでもあり、現在は、オインゴボインゴ時代から手掛けていた映画音楽を中心に活動している。実景であり、 オインゴ・ボインゴの全身バンドのザ・ミスティック・ナイツ・を無事オインゴ・ボインゴで活動を共にしたリチャード・エルフマンが監督したフォービデンゾーンで映画音楽を初めて手掛ける。その後、オインゴ・ボインゴのファンであった当初はまだ新米の映画監督ティム・バートンから声をかけられ POE の大冒険の音楽を担当する。しかし、それまで 基礎的なトレーニングとオーケストレーションの経験がなかったエルフマンはバートンの申し出を不安がったのだがオインゴ・ボインゴのメンバーでギタリスト兼アレンジャーであったスティーブ・バーテックの手助けにより素晴らしい成果を残すその後もバーテックはダニー・エルフマンが音楽を手掛ける映画でエルフマンと共に活動をしている エルフマンは、オインゴボインゴとして活動中の1984年に、映画音楽ではない唯一のポップス、ロックアルバムを発表している。しかし、SOLO と題された、このアルバムは名義こそ、ダニー・エルフマンとなっているものの、実情は、オインゴボインゴ4作目のアルバム用に書かれた楽曲が、バンドにそぐわなかったためにエルフマンのソロ名義として、発表されたものである。 作曲、編曲、演奏のすべては、オインゴ・ボインゴにより行われたため、実質オインゴ・ボインゴのアルバムとして捉えられている。ティム・バートンや、サムライミの映画では常連であり、特に、バートンとは、P.O.E. の大冒険以降、エドウッドと、スウィニートッドフリート街の悪魔の理髪師と、ミス・ペレグリーンと、奇妙な子供たちを除く、監督作前作の音楽と、バートン制作の、 ナイトメアビフォアクリスマスの音楽及び主人公、ジャックの歌パート、さらには、声優としても参加するなど、バートン映画における重要な要素の一つとも言える、活躍ぶりを示している。チャーリーとチョコレート工場で登場するウンパルンパの、歌う曲は、すべてダニー・エルフマン一人による声である。映画音楽の他にも、テレビドラマなどのテーマ音楽も手掛け、アニメ、ザ・シンプソンズや、 デスパレートな妻たち、オムニバスドラマ、ハリウッドナイトメアのテーマ曲や、スティーブン・スピルバーグ制作の、世にも不思議なアメージングストーリーの数エピソードの音楽など、映画以外でも活躍している。最近では、クラシックの世界にも進出し、コンサートなども開いた。近年発売された、セレナダスケットソフロナの CD に、さらに磨きがかかった。 エルフマン流のクラシック音楽が収録されている。2003年11月29日、自身のファンであったブリジット・フォンダと結婚した。兄は、フォービデンゾーンなどのカルト映画で名を馳せる、映画監督のリチャード・エルフマン。女優のジェナ・エルフマンとは、顔の系統が似ているため血縁関係にあると、間違われるが、兄、リチャードの息子である、俳優ボディ・エルフマンの妻であり、 ダニーにとっては、老い嫁にあたる。兄である、映画監督のリチャード・エルフマンのカルト作品、フォービデンゾーンでは、サタン役で役者として出演している。オインゴ・ボインゴのメンバーも出演しており、エルフマンの危機とした演技を見ることができる。ありがとうございます。